アメリと第一次遠征隊は東から西へ北米大陸を横断し、孤立した都市に結び目を整備した。だがインフラが整っただけでカイラル通信はつながってない。今できるのは無線と有線による音声通話とわずかなデータ通信という程度だ。君がすべき任務はそれぞれの結び目にそのキューピッドを接続し、カイラル通信を起動させることだ。キューピッドを現地の端末に接続して初めて相互超大容量0時間通信が可能となる。都市や人の今がつながるだけじゃない、我々の過去までもがつながる。各地で断片化されたデータが一つに統合される。まるで恐竜の化石が復元されるようにな。これによって46億年にも及ぶ地球上の歴史も、 DS 以降に失われた人類の英知も復元されることになる。そしてそれこそがデス・ストランディング解明の鍵となるはずだ。通信がつながれば大容量データのカイラルグラムはもちろん、カイラルプリンターも使えるようになる。カイラルプリンターっていうの、 3D プリンターみたいなもので装備とかを作れるようになる。将来的にはかなりのものが通信だけで送れるようになる。魂ある生物やオリジナルのもの、思い出の代物は送れないはずだ。そうだ、そのために君たちの存在が必要なんだ。つなぐ前もつないだ後も君たちのような配達人がな。休む暇はないか。はい、ちょっとここから英語版になります。配送センターの地下から上がってきました。で、ここに配送端末っていうのがあるので、そこでミッションを受注します。あ、はい、ここですね。ここですね。で、地下にダイハードマンがホロで、はい、IBT 兵器が完成したようだ。ママから連絡があった。今回運んでもらう荷物はポートノットへの支援物資だ。その中にはこの対 BT 兵器も含まれている。それから支援物資には薬剤も入っている。それに人間の精子や卵子も。特に精子と卵子は都市の住人に外部の遺伝子を取り入れることで多様性を確保するためには欠かせないものだ。ポートノットに支援物資を届け、キューピッドを接続する。そうすればこのエリア一帯はカイラル通信で一つになる。ではその配送端末で依頼を受注してくれ。これまでで最も長く困難な配送となるはずだ。十分に備えて向かってくれ。はい、ここでミッションを受注しますね。はい、すごい荷物運びますね。はい、受注で、キャピタルノットシティからポートノットまでの道のり、これ 3D であります。ここまで運びます。結構距離ありますね。はい、はい、で、ここではしご、ロープ、靴を2つカイラルプリンターで作ります。これ何でも作れます。材料を使いますけど。で、これが荷物、これが精子卵子、これが薬、これは BT 兵器2つ、この4つを持っていくっていうことですね。すごいね。これは支給品、グレネード2個と、リピアスプレーと、血液パックで、これサムの血液2個と、これさっき作ったはしご、ロープ、ブーツ2つ、これ全部積むと69.8キロ。これバランス悪いんで、これから配分していきますね。で、グレネードはツールハンガーにかけても荷物にしてもいいですし、なんですけど、ここにポーチがありますので、ここに入れます。これ荷物も全部重さがあるんで、武器も装備も、はい、で血液パックもポーチに入れました。で、はしごもツールにかけてもいいし、荷物にしてもいいし、肩腰につけても、これ6個かかるんでこけても大丈夫で、ロープもどこにつけるか、これバランスが下黄色いので重心変わるんで。あ、はい、本当ですね。で、ブーツは2つ持っていくんです。これブーツハンガーにかけます。で、リピアスプレーは、まあ、頭に乗せておきましょうか、上に。で、右手に持っても左手に持ってもいいですし、これバランスが難しいんで、やっぱり背中に積みましょうか。で、めんどくさい人は最適化っていうのボタンを押していただくと勝手にやってくれます。一括でやってくれます。はい、これで出撃で、これ荷物の重さとかでバランスとかスタミナの使い方全部違うんで、これバランスを取りながら行きます。LR ボタンで。はい、
まあこの時はまだ歩いていきますけど、配送センターの地下から上がっていきます、はい、まあ、走ってもいい、これ体力の使い方も全部バランスで変わるんで、で配送センターを出ます。おー、はい、でちょっと振られてますよね、これバランス悪いんで、これで LR でバランスを取りながら行きます。あ、自分で今取ってるんですね、はい、でここで主管のボタンを押すと、あのコンパスモード、これ直線距離で山を2つ越えなさいという距離が、でここでじゃあ自分でどういうルートで行くかを決めます。便利で、マップでラインを引くんですけど、山あり谷ありなんで、どういうルートどっからでも行けるんで、それをまず決めます。装備も考えながら、体力考えながら、ほう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 、で途中に悪いやつもいるんで、これ 3D にもなるんで、斜面を登るか迂回するか、カバーを越えるか遠回りするかっていうのを決めます。でここでライン引くと、このように 3D でラインが出ます。すごい。でこのまま行かなくても別にいいんですよ。で出撃すると、まあ、ブリッジスの皆さんホログラムで見送りをしてきます。たった1人です、何もしてくれません。はい、急に寂しいですね、はい、走って、これ右に傾いて、右にちょっと体重で、これ右 LR でバランスを取りながら行ってます。で重さによってもスピードも全部変わる。でこれ結構進んだところですけど、 Over here!コミュニケーションボタンっていうのを押すと、こういう小玉が、で誰も返事しないじゃないですか、たった1人なんですよ、赤ちゃんと BB と2人で旅をしていくと。でこれ、地形センサーを発動しました。で自分の足跡も見えますけど、色によってこ、引っかかったり、あの滑らかかどうかって全部分かる。山の斜面とかも赤いバツとかもありますよね、はい、ありますか。でこれ、まあ、関係ないですが、帽子をかぶったりサングラス、これ JF レイさんとのコラボしてますけど、まあ、これはまあご自由にファッションなんで、おしゃれ、はい、で歩いてます。で誰もいません、たった一人です。で地形センサーでやると、黄色いとかちょっと滑りそうだ、赤いとかこけます、こけると荷物壊れるんで気をつけましょう。で川があります。で大きな川も小さな川も、これ結構中程度なんですけど、あれ深さです。黄色は結構深くて、赤はもっと深い、流れがきついとこある。これね、あのスタミナゲージなんで結構減ってます。これスタミナ使うんで、このまま行くと足取られます。なんで LR ボタンでバランス取りながらゆっくりゆっくり行ってます。これはやばい。で BB も水、あの川嫌いなんで、ちょっと今機嫌が悪い、泣いてます。で深みにはまると流されて、上に積んでたやつはロックかかってないんで流されました。本当だ、リピアスプレーが。で赤ちゃんちょっと赤いですよね。 BB は赤い、 BB ちょっと機嫌が悪い。ちょっと荷物このまま行くとやばい。これ滝壺とか落ちたらもうすごいです。心が折れます。 あるんですね、はい、滝壺に落ちることも、はい、荷物回収しました。で、あ、まあ、ビビ泣いてますけど、これだいぶスタミナ半分ぐらいになってしまいましたね。川は、ね、結構甘く見たらあかんですよ。結構川渡るの大変で、でカバーとかすると、あの、まあ、沈んでも流れないようになります。後々魚がいる、はい、でだいぶだいぶスタミナ使ったんで、もうサムしんどいですよね、はい、でちょっと BB も心配なんで、主観で BB 見てみましょうかね。 BB ね、すごい、はい、だいぶ疲れてます。もう僕こん、いつも僕こんなんですけどね、はい、BB、 BB まあまあ、あの見つめてあげると結構ね元気出るんですよ。あのズームしたりしたら、で、泣いてる時はあの前のトレーラーであったこうあやすというのをやれば、はい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 、でちょっとしんどいんでエナジードリンク、これモンスターさんとコラボしてます。これ飲むと回復しました。お、一気に。で水は雨降ったりとか川の中に服を入れると服から吸収できるんで困ることはない。へえ。これ途中の画面ですけども、前方に落とし物が、で荷物のタグがあって、ミュージシャンの方の荷物なんですね。なんかあの音響装置、これちょっと拾わなくてもいいんですけど、じゃあ持っていきましょう。見たらちょっとすぐ近くにミュージシャンの家があるんで、これプレッパーズといって、はい、たった1人もしくは家族グループで住んでるシェルターに住んでる人たちが、孤立して住んでる人たちがいるんですけど、こんなところに、はい、あそこに住んでますね、ミュージシャン、あの人の荷物です。で届ける必要もないんですけど、ちょっと届けてみましょう。これメインミッション関係ないんで、おーっとこれ落ちるとやばいですね。であのラインがですね、カイラル通信のエリアです。あれをつないでいくんですけど、向こう側はまだつながってないっていうことですね。でここで
このここは繋がってないですね。本当だ。でこれで東から西に繋いでいくっていうのはミッションなんですけど、ここは別に繋がってもいいんですけど、ちょっと親切にしてあげたいんで、はい、持ってきたロープ、今2本持っています。これ重さもあるんで1本使いましょう。これ物理でやってますが、どこでも刺せます。刺してこれで降ります。30m 残り何メーターってあるんです。これレベルをアップできるんで、まあ、どんどん強度も上がっていきます。これどこでもできます。降りて、これ置いていくので帰り登ることもできます。はい、でこれちょっと軽くなりました。本当だ、荷物がね、使ったんでね、はいはい、でちょっとこれ危ないですよ、危ないですよ、はい、で進んでいくんですよ。先ほどのカイラル通信エリアというのがここで超えるとアンテナが減りました。ここからは繋がってないんです。なんでここからカイラルグラフもカイラル、プリンターも使えない、うわー怖い、装備は作れないということですね。で家に行こうとすると間に川があって、荷物がなければ飛べるんですけど、ちょっとこれやばいですよ、荷物お届けも、はい、で持ってきたはしごを、これも物理なんで立てかけてもどこでも行けます。これ5キロなんで、これでちょっと減りました、65キロにちょっと楽。いや怖いな、こう落ちたらやばいですよ、流されますよ荷物壊れるんでね。で、はしご置いていきますよね。本来ゲームって回収するんですけど、なんで置いていくかっていうのは後で分かります。分かりました。でこの斜面もちょっと振られると、こけるとこういうとこだと荷物下まで落ちるんで気をつけて、で地形センサーとか打つと、さっきの赤いの出るんで赤いとこ下げていくといいですね。で踏ん張りながら行くとより安全ですね。でミュージシャンの家がありました。着いた。で、まあ、センサーポールがあるんで、でここは勝手に一人で住んでるプレッパーズなんで、カイラル通信まだ繋がってません。ほう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 。で、まあ、落とし物を届けてみましたという、まあ、サブミッションみたいなもんです。こういうこともできる。ここで端末で納品、これ落とし物、ミュージシャン宛ての、まあ、音響機材、うんうん、多分大切なもんなんでしょうね。そうでしょうね。でこれを入れます。荷物を納品。で地下に住んでるんで、いやさすがにお礼に出てきますけど、上までは出てこない。なるほど。本物だ。君って人は全くすごいよ。素晴らしいよ。はい。でこれは成績というか、壊れたり時間が経ったり水に濡れたりすると、まあ、それだけいいねが減りますけど。いいねがつく。そうですね。はい。カイラル通信をつないでくれるんだね。そうだ、決めたんだ。僕も UCA に加盟しよう。中にはこう仲良くなると繋いでくる人がいます。ユナイテッドシティオブアメリカというのに繋ぐと、まあ、情報を共有できるんですよ。へー。で繋ぐとカイラルプリンターもカイラルグラムもできるんで、装備とかも作れるようになります。繋いでくれないと、まあ、交渉するしかないです。はい、でここが今つながりました。で東から西につないでいってます、まあ、ここはストーリー的にはつながなくてもいいんですけど、はい、んなんかでこれですね、覚えておいてくださいね。なんかいっぱいはしごとか出ましたよ、これ後で説明しますね。はい、あら知ってるミュージシャンですよ。はい、まだ実感がわからないけど、三浦さん、三浦さんですよね。カミオで出ていただいております。へえ。声は違う人なんですけど、はい、3D スキャンして。楽器は得意かな。すごい。僕のハーモニカを君にあげようと思って。三浦さんですよ。本当にミュージシャンじゃないですか。持っていってくれ、君に使ってほしいんだ。で、こういうクレッパーズに何か持っていくと仲良くなると何か物くれたりするんで、アイテムくれたりするんで、まあ、三浦さん何くれた？ハーモニカを。ハーモニカをいただきまして、そんなもん何使うねんと思いますけど、もらっていきます。またここに来てほしいな、サムブリッジズ、頼む。でこの後彼の荷物を配達してもいいですし、これはストーリーには関係ないんですけど、どんどん仲良くなるとどんどんいろんなものくれます。ここちょっとアメリカ版になりますけど、で見送りしてくれますね。デモ会とかもしてくれるようになります。はい、本当だ。こっからです。今カイラル通信つなぎました。で、はい、ストランドゲームの意味をここから言います。たった一人で配達してました、はい、自分だけでした、うん、呼びかけても誰も返事なかった。でつなぐとこれ、はしごが1本、あれ自分向こうのは自分ですよね。これ増えてます。
誰かのはしごです。ネット上の、緑の足跡、自分の足跡でない誰か、世界中のネットでつながっている別のサムの痕跡が見えます。でこれジョンさんという人が置いたはしごです。これが使えるようになります。でいいねを上げます。でジョンさんにいいねが行きます。でもっと上げたいんで自分でも上げれます。いいね、ジョンさんの方に僕からいいねが来たか分かります。これでつながります。でこれジョンさんの足跡を辿っていくと、ちょっと靴がですねやっぱり壊れてしまいまして、もう血まみれですけど、このまま行くとあの爪剥がしたりしなあかんので、あらららちょっといや休憩所を考えますけど、あのゼロって書いてあるのはまだいいねが入ってないんですけど、あの何となく分かってきました。分かってきました。間接的に世界中の別のサムとつながります。見え姿は見えないけど置いたものとかが、はい、痕跡とかが全部足跡も見えますし、置いたものも使えるように共有されます。でいいねのやり取りできます。でちょっと休憩しますね。これで自動セーブ、オートセーブですね。なるほど。ここでちょっと靴が壊れたんで、はい、持ってきた靴1個使って交換します。で靴なくなるとえらいことになりますんで、わ、血出てますね。ちょっと出血してますよね。靴履き替えて、靴もあのレベルをどんどん上がっていくんで壊れにくい靴とかも、で靴を置いとくと他の人もあの靴のやり取りもできます、ネット上の、で BB もちょっと心配なんで見てみましたら、まだちょっと元気、ちょっとどんどん元気になってきますよね。見つめてあげると元気なんで、はい、分かるんだ。で先ほどミュージシャンからもらったハーモニカをちょっと使います。でこれコミュニケーションボタンを押すと、こういうふうに1回押すと1回吹きます。かわいい。で BB 喜んでますよ。ノリノリ、いいねいっぱいくれますね。でこれ吹けば吹くほど上手くなります。でハーモニカない場合はボタンを押すと口笛です。で口笛も吹けば吹くほど上手くなる。で機嫌がいいとゲーム中歩いてても吹いてくれます。へ、まあ、それすると BB がいいねくれる。いやもう超ノリノリですよ、はい、めっちゃ喜んでます。はい、まあ、あの2人で旅してますから、はい、あ、はい、めっちゃ喜んでますね、はい、めっちゃ喜んでる。で、結構疲れたんで、まあ、肩もみしたり、やっぱ荷物運んで歩いていってるんでスタミナを使ったりすごい疲労するんで、まあ、たまにこう寝たりっていうのができます。これちょっと寝てみましょうか、でこれでちょっと回復で、完全回復はしません。あのセーフティーハウスみたいなところに行かないと。で寝るんですけど、プレイヤーの皆さんはサムを寝かしてる間トイレ行ったりしてほしい。コーヒーを作ったりであまりにも疲れると勝手に寝ます。で今赤いバーが出てますけど、はい、足から出血したものをちょっと回復してます。これ多少回復するんで、まあゲームプレイしんどくなったらサムを休ませてプレイヤーの皆さんも休んでいただくという、そこもつながってるんですね、はい、でまあ起きなさいということで起きますはい、でちょ再度出発。はい、でサムは独り言してるんですけど、で、足元ちょっと見えますかね。これね休んだところにケルンという休憩した痕跡が残ります。おでこれ世界中の人が見えます。僕がここで休憩したっていうのは分かる。でいいねも上げれます。なんで他の人の休憩したところも見えます。で休憩したところに休憩すると何かあったりするんです。そこに文化ができた、はい、今コミュニケーションボタンすると返事がありましたね。さっきこれトムさんが置いたはしご、まだ29しかいいねないですけど、これ使えます。で上にもトムさんの14いいねのはしごあります。で上がるとあのゼロのロープ、さっき置いたやつですね。で僕のロープはまだ0ですけど世界中の人があれ使えるんで、使ったら僕にいいねが来ます。で今ピン落ちました。なら、前方にジョンさんの落とし物、荷物、なんで置いたか分かりません。こうもう置いていったのか捨てたのか分かりませんけど、はい、どこに運ぶか書いてあるんで、まあ、ちょっと持って行ってたのかと。で時雨でちょっとだいぶ表面が傷んでますんで、さっき持ってきたリプレイスプレーでちょっときれいにしてみましょう。はい、きれいになるんですね。これ自分の荷物にもかけれるんですけど、はい、自分の荷物をなくなってしまいましたなくなってしまったんで、まあ、これ持っててもしゃあないんで放っていきます。
はい、でこのゴミも世界中の人に見えます。で 今取ったんで世界中の人からあの荷物はなくなります。で誰かの足跡を行くと何かあります。これね、足跡を取ってると獣道になって道になります。でマップに道が乗ります。でこれは誰かが作ったロッカーです。自分でも作れます。でロッカーの中に、プライベートとシェアがあってどうぞ使ってくださいというのがあります。これジョンさんのパワースケルトン、これ荷物にすると重いんですけど、これ、125kg が245kg 持てるようになります。すごい。でこれフローター、これはユキコさんがも入れてくれたやつ。これを床に置いて今背中に持っているやつを乗せ替えましょう。何これ、はい、これ行くと乗りましたね。でこれで行くとむちゃらく、でいいねいっぱいあげます。トムさんにいいねあげます。トムさんの方にいいね行きました。でフローターつないで、これ浮いてるんで結構楽です。あの2つまで2つまでつなげて使うことができます。めっちゃ楽になる。人の足跡をこれ道になります。で雨が降ってきたんで時雨はこの当たったらちょっと劣化するんで、はいはい、誰かが作った時雨シェルター雨宿りします。するとスプレーで綺麗になりました。でなんか曲がかかる星野源さんの大ヒット曲かかってる、はい、これね、カスタマイズできるんで曲とかをかけれるんですよ。でこれはユキコさんが星野さんの曲をかけてくれます。星野さんともコラボレーションしてるんで、なるほど、ね、たった一人で歩いてると音楽が鳴ってくるとそっち行ってしまうんですけど、こういうことができる。あとレベルアップもできるのですごいホッとする、すごいいいねがありますね、やっぱりね。であそこにトムさん のケルンがあそこで休憩した、ね、本当だ。やっぱりあの音楽聴きながら休憩した、はい、でこうやって進んでいきますね。雨降ってきてなんとなく分かってきました。分かってきました。トランドゲーム、で次はですねちょっと違うことをやってみたんですけど、はい、ミュールというですね、配達症候群の人がいて、荷物を取りに襲ってきます。人の命は取らないんですけど、荷物持ってるとタグがついてるんでセンサーに引っかかって全部取られます。世界中の人が取られてます。自分も取られます。でそれを取り返しに行こうとしてちょっと大事な荷物を置いて、フローターの使い方は別の使い方なんですけど、これ乗ってこんな使い方まで、はい、これちょっとステルスっぽいですね、はい、でこのまま行って草むらに隠れます。で彼らのエリアに入ったんでピンを打ちました。ただ荷物を置いてきたんで、はい、まだ向こうから僕らは見えません。でピンを打ち返すとあんだけの荷物を持ってます。すごいいっぱいある、世界中の人をサムから奪われた荷物と取り返しに行っています。自分も取られるとあっこに行きます。で、ひどい時は靴まで取られます。はい、ちょっとこうステルスなんであそこにミュールいますよ、ね、危ない、はい、で縄を使うゲームです。で縄でちょっと気づかれないように背後からすごい人数いるんでね、ここは、はい、ちょっとゆっくりゆっくり行きますね、ロープで。であの上のやつがさっき置いた荷物ですね。でこれで拘束して倒す。であの荷物も持って行ってもいいんですけど、まあ、ちょっと置いておきましょうか、はい、で彼らもロッカー持ってまして、ここにいろんな荷物がここに入ってるんですよ。世界中のサムさんから取ってきた。でこれをハッキングして中覗いてみましょうかね。でこれでいくと、リュウさんが持ってたスピードスケルトン、速くなるやつ、はい、これを履き替えましょう。パワーからスケルトンに。なるほど。でこれボーラガンという縄の武器ですね。これも、ツールにハンガーにかけて、で今持ってた、パワースケルトン重たいんで、はい、ちょっと置いていきます。置いていくと世界の人が使えるんだ。なるほどなるほど、はい、で今155キロしか持てないですけどスピードが上がります。移動が速い、はい、だから逃げようとして、あ来ましたね。ちょっと見つかりましたんで、やばい、やばい、やばいですね。逃げましょう。であいつらね、あの荷物もう怒ってますから、荷物取ったんで。そうですよね、槍で襲ってくるんです。あれしびれると気絶するんで、まあ、全部持っていかれます。でボーラガンで、であれ取り持ち、スティッキーガンっていう荷物を、取り持ちみたいに取られるやつなんで気をつけて。結構人数いるな、はい、そうですね。ちょっともう逃げた方がいいですね、はい、でスピードスケルトンで、はい、ちょっともう仕方がなく
で荷物を取って投げたりできますけど荷物は壊れるんで人の荷物でやりましょう、はい、自分のではなく、はいはい、で、スピードスケールとちょっと車を奪いたいんでちょっとビュール降りろと降りなさいごめんなさい、はい、で乗ります。ただこれで荷物は運べますけどちょっとボロボロなんであんまりお勧めできません。あの後々ブリッジスの正式 の, あのトラックとかで目入るんでそれで運んでください。あ 結, 構はい、結構いっぱいいますんでちょっとやばいですよこれ捕まったらあの靴まで取られますから、はい、あやばい槍がこれもうちょっと逃げるしかないんで、まあ、スピードスケルトンなんで多分大丈夫です、ものすごい速いんで危な、まあ、これ逃げ切れるんですけどあやばいですよ、はい、危ない、はいはい、やばいやばいなんですけどねちょっとクレバスがあってちょっともうどうしようもない、やばい来てる来てる来てる、これこれこけたらもう捕まってしまいました、まあ、あのバランス取りました。でスピードスケルトンで大ジャンプと、おお、はい、でもうひたすら逃げます、怖いんで。でそこの赤いポールがあるじゃないですか、あれが彼のテリトリーなんであっこから出たらまあ追ってこないです。へえ、なんですけどもうバッテリーが切れてスピードスケルトン赤いですよね。あ、本当だ。残念ながらもうちょっと使えないんで使い切っちゃった。普通の歩きになってます。でふと見ると、Anyone? はい、誰かが、ジョンさんが立てた充電器があります。これ充電器、はい、これ充電器、はい、でスピードスケルトン、はい、フルチャージ、あーすごい早い。これも音楽とかかけれます。でこれでいいね、まあ、もう助かりますよね。自分が立ててもいいんですよ。であのさっき置いた荷物でここちょっと気分がいいんで、はい、口笛吹いてますけど、はい、でここからちょっと怖いとこです。BT というのがいまして、はい、目に見えないやつらがいるんです。これはあの世のものなんで雨降ってくるといます。雨降ってくると、まあ、荷物も劣化するんですけど、はい、ここはですね嫌な人は迂回したり後々天気予報ができるようになるんで、はい、天気予報見ながら雨のところを通らなければいいんですけど、まあ、どうしても遭遇する場合もあるんでそこを見せますね、はい、でこれカイラド結晶という雨が降るところにある特殊な結晶、あの世の結晶なんですけど、これでフローターを浮かしたり、ハイウェイを作ったりできます。で今これ鳥肌が立ちまして、あのおかんですね、はいはいはい、もう近くにいる ET がいる、見えないけど、はい、見えないですよ。であれはこれあのフラジャイルが食べてた虫、これを食べると血が増えます。食べてんすか。で、まあ、食べてお腹いっぱいやったらポケットに入れます。で今雨が黒くなってレンズの水滴上がってますよ ね、 上に。この時はもういます。で見えないんで、はい、脳死母とつながってるのが BB なんですよ。 BB はあの世とつながってるんで、はい、この世と自分がつながることで見えないものの位置が分かります。でこれがオデラデグというセンサーです。昔パタパタと言ってましたけど、これで BB がいるからできたんですけど、奴らがいるぞと反応してる、はい、であれの動きとあれであの距離と方向分かるんで BB だいぶ怖がってますよ ね、 そうですね。ストレス溜まると使えなくなるんで適当にあやしたりしないといけないんですけど、でここからちょっと怖いですよ。あのオデラデグの動き見といてくださいね。もう近くにいますよ、ね、こっちに。で、だんだん近くにいる、結構近いで止まると見えます。動くと消えます。で彼ら BT のゲイザーって言うんですけど、彼らもサムと一緒で人間のことは見えないんですよ。気配で、音と気配で分かるんで、なるべく音を立てず息を殺していきます。で血液パックがあるのでこれを回収して、で先ほどボーラガンって使ってましたよね、はい、あれにサムの血液を混ぜると結構武器になるんでそれをちょっと使います。倒すことはできないんですけど拘束はできます。これでサムの血液が入った縄がこれで拘束、一定時間拘束できます。で、動くと見えなくなる、止まると見えます。へ
はい、ちょっと怖いんでこれで、あ、見つかってしまいました。子供のビあのゲイザーですね。見つかると早い早い。だからタールからハンターというのが出てきて捕まります。これ荷物いっぱい持ってると結構すぐ倒されるんですけど、ここで振り払いながら進むんですけど、まあ、やばい、人数が来るとやばい。でここで倒されると連れて行かれます。でこの先にいるやつがやばいです。キャッチャーっていうモンスター、いろんな種類があるんですけど、はい、こいつがですね、これが半物質なんでこいつに食われるとボイルアウトしてクレーターになります。街がなくなってしまいます。なんで、まあ、タールに足を取られてますけど、なんでこういう浮遊物に乗って逃げてもいいんですけどね。ちょっと今もらった BT 兵器を試してみましょう。これサムの血液が入ったグレネードですね。近い近い、はい、ちょっとやばいですよ、逃げない。でこれを結構効いています、ほら。あ、ほらちょっとサムの血液ですね、これ効いてます効いてます。でちょっと荷物を切り離して置いておきますね。あー、危ない、はい、危ないです。で血液グレネードで投げます。はい、効いてます効いてます。これ雑魚ですから、これ一番弱い雑魚です。はい、はい、やばいですやばいです。はい、効いてます効いてます。で、なくなったんで、ま、側をゴミを置いていきます。はい、やばいですね。でもう一個持ってきたの支給品ですね。血液グレネード、はい、投げて効いてます効いてます。近いんだな、効いてますよ。あー効いてます、はい、弱ってる弱ってる。はい、で、まあ、こういうところで戦った方が足元がね、タールだと取られるんで。で、お寺テグが今十字になってますよね、はい、あれの十字の方向でどこにいるか大体見当がつきます。あっちに、あ、そこ見て判断するんですね。で、潜りました。で、どこにいるかな、後ろ、うん、で、沈めてくるんで、このままいと沈むんで飛び移って、なるべく浮いてるところで戦った方がいいですけど、なんか出してる。で、ちょっとグレネードでやっつけましょうか。はい、効いてます効いてます。雑魚ですけどね、これ、はい、効いてますよ。あ、でも減ってなんですけど、もう武器持ってきた武器ないです。どうすんのという時にコミュニケーションボタン、助けを呼びます。で、ね、オンラインでつながってる人たちが助けに来てくれます。見てくださいね、あそこに一人白いサムいますね。あの人、これはユキコさん、はい、グレネードもらったりで、ハンドガンですね、チャージ式ハンドガンもらいました。ネットでつながってる別のサムです、あれ。ユキコさんまた来ました、血液パックくれました。すごいくれる。でこれいいねも開けてください、開けて。あ、ジョンが応援してますね、ほら応援してます、はい。一人じゃないでしょ、一人で戦ってるんですね。一人で戦ってますけど一人じゃない。これがスタランドなんですけど、はい。で、まだちょっと倒せないといけないんですけど、でキャッチャー、これ四つ足していろんなタイプがいますんで、これ四つ足して引かせて。あ、でももうちょっと。はい、もうちょっとですね。うひー、危ない。はい、こういうのが嫌な人はBT がいないとこ通ったらいいんですけど。やばいです。はい、でこれはサムの老廃物です。シャワーした後の水です。あれ動きが遅くなります。でこれユキコさんにもらったチャージガンで血を溜めて撃ちました。はい、お倒れましたね。雑魚ですけどね、これね。倒せた、はい、倒しました。はい、であれ帰らぬ決勝なんでご褒美、うん、助けがなきゃ、はい、倒せなかったですね。いや、そんなこともないんですけど。本当ですか。で今 BB も喜んでます。あ、本当だ。タールまみれヘロヘロサム、 BB めっちゃ喜んでます。はい、カニが浮いてます。はい、で、まあ、大切な荷物ポートの都市に届ける荷物を取りに行きます。あれはね、ロッカーに預けとくのが一番いいですね。うん、自分で作ってもいいですし、床に置かずに。そうですね、あんまりよろしくないですけどね。けど、はい、
で繋いでちょっともうヘロヘロですけど、でセーフティーハウスがあったらいいんですけど、ない場合、はい、大変じゃないですか、はい、休憩しても回復しないんで、例えばこんな寒いところで、まあ、タールまみれで寒も大変なんですよ。あ、寒そうね。なんですけど、はい、この世界には温泉がいくつかあります。おおおお、へい、ミッコさんが休憩した跡があります。まだいいねゼロですけど温泉ですね、いくつかあるんですよ。で効能がいろいろ違うんで、はい、ちょっとこれ入ってみますね。温泉、ありがたいですよね、温泉ね、すごい。でこれ温泉入ると、まあ、BB もちょっと疲れてるんで眼福、はい、これバッテリー温泉、疲労回復とバッテリーチャージもできるというそんな温泉あるんだと思う非常に便利だ皮膚に胃腸にミルク温泉とかいっぱいあります。あの皆さん探してくださいね。あ、ビリビリしてる、はい、確かにそうですね。でちょっとスタミナも回復してちょっとゆっくりしましょう。で BB がえらい喜んで泳いでますけど、どうやって泳いでるのか分かりませんよね。泳いでる、本当だ。 BB、はい、BB 喜んでますよ、はいはい、でこっからちょっとねコミュニケーションボタンをここで押すとどうなるかを、ボタンを一回一回ちょっと聞いてくださいね。ババンババン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 、いい湯だな、いい湯だな。はい、あのゆっこさんが愛の手を、まあ、ノーマンリーダースが歌う、すごいしっかり、はい、渋い、はい、でも元気になったんでちょっと行こうかと。で、浸からなくてもこの状態でもちょっと疲労は回復して充電されます。あ、綺麗になりました。はい、でゆっこさんが愛の手入れてくれてたんで、ちょっといいねをあげようかなとみんなあげましたで、こんなところに温泉あるんでみんなに知ってほしいところ、そこで看板を立てます。温泉がここにあるよ看板立てると世界中のサムがこれ見れます。マップに乗ります。で、まあ、僕にいいねくれると思うんですけども、で置いておいたフローターで先に行きます。多分あそこ休憩場所になるじゃないですかね、この後ね。でピンを打つと、なんと誰かが置いてくれた置き逃げか分かりませんけど乗り捨てか、バイクが、本当だ、なんとバイクがあります。ちょっと見てみましょうか。イチローさんですね。イチローさんありがとう。ありがとう。これ見るとなんとノーマンリーダースの、あのバイクの番組とコラボレーション、すごい、ライブウィッツノーマンリーダースのバイクです、特製バイクでいいにあげました。でバイク乗るんでちょっと荷物を背中に背負って、フローターとボーラガン、ちょっと予備でバイクの荷台に、まあ、置いていったら皆さんが使えるようになります。なるほど、はい、でちょっと乗っていきますね。もうバイクですよ、もうすごい、歩かんでいいんですよ、一気に楽に、はい、ノーマンの番宣も入ってますねこういうとこちゃっかりしてますからね、はい、ちょっと言うんですね、ちょっと言うんですね。これ結構気持ちいいですね。あ、道があるとこは大丈夫です。でこう行くと、例えば橋もかけれます。これ結構時間かかりますけど、自分でもかけれますし、協力してかけることもできます。一番貢献した人の名前が出ます、ここに。すごい、止まりますね。で、あそこはまだ建築中ですね。あれ、あのプライベートルーム、セーフティーハウス、あそこに材料入れると自分も参加できます。で、いいねあげます。で、まあ平地なんでバイクで、バイクも電池なんで、あのバッテリーなくなるときついですけど。で誰かが立てた看板、加速、これよくあのレースゲームであるやつです、はい、で雨が降ってきたのでちょっと地形センサーを打ちますと、誰かが通った道が、で歩いてる、まあまあまあ、はい、これをずっと通るとここは道になるんです。ほんで凸凹なくなるんで、すごく速く走れるようになる。ところが、まだ看板がで、もうバイクで行けないよという看板が、リュウさんが立てた看板ですね。なんでちょっとマップでラインを、まあ、バイク降りていこうと思うんですけど、ここが急斜面なんでどうやって行くかを、まあ、ラフで
撃ちます。まあ、これ立体にもできるんで、まあ、こんな感じで行こうと、はい、でバイクはまあちょっともうバイクで上がる人もいますけどね、ここね。でこのバイク降りるとこれ世界中のサムが使えます。でこれ、リュウさんにいいねあげました。リュウさんにいいね入ります。僕から来たの分かります。でまあラインに沿って上がっていきます。でもうたった一人と言いながら皆さんとあの間接的につながりながら、はい、ずっと来ましたけど、いろんな、まあ、どこでも行けるんで、これはラインを自分で決めるゲームなんですよね。あの装備とかも考えて、そうですね。でフォートノットシティはもうすぐ見えるんですけど、この感覚がこのゲームの肝です。これやってないと分かりませんけど、これちょっと見てると分からないですけど、はい、このゲームプレイしていただくともうね何とも言えない感じになってて、今上がっていってます。で雨降ってます。すごい暗い中をたった一人で歩いてますけど、うわ景色が、はい、であれカイラル結晶ですけど、まあ無視していきますけど、で天気も変わるんで晴れるだけでもすごい気分がいいですね。でここからですけどちょっと見ていただきたいんですけど、あれがポートノットシティです。でサイレントポエットの曲がかかってカメラが引いたり、あのちょっと映画っぽくアクションしながらこういう演出が入ります。でこれすごい気持ちいいんですけど、はい、スワシリってありますよね、あの富士山の、はい、ああいう感じです。でも気を抜くと転がって荷物壊れるんで、気をつけながら景観を見ながらむせびなきゃ、すごい。でここで、まあ、消毒とかされます。で仲良くなると出迎えが出てきます。今は初めて行くんで、わウェルカムだって、はい、で端末に行ってここで納品とで運んできたものを、はい、こんだけありますんで入れます。でこれあの落とし物とかも届けても全然大丈夫です。これだけじゃなくても別のサブミッションも届けていいです。へー。
で、この配送センターの人。あんたが配達人か？第二次編成隊の代わりだって？聞いてはいたが、まさか本当に一人とは。だが荷物は完璧だな。これを一人で運んだのか？はい、これは成績ですね。すごい褒めてくれましたね、はい、全然傷んでませんから、こけてないんで。これ水がかかったりこけたりとか時間とかまあいろいろあるんですけど、はい、いいねもらいました。それでカイラル通信はあんたが繋いでくれるのか？ああ、いいか。もちろん頼む。この時は何年も待っていたんだ。でこれを繋いで東から西にずっと進んでいくっていうルートは自分で決めます、はい、この演出もいいですね。で繋がるとここでカイラルプリンター使います。おお、はい、でここが繋がりましたね。おお、大きい。で、今東から3分の1ぐらいかな、はい、広いな。繋がりました。でこれが繋がったことで見える世界中のサムが作ったものです。あれ使えます。大丈夫、ポートノットに雨が降ったことはない。プライベートルームで休憩でもしていったらどうだ。で配送センターにはプライベートルームっていうのがあって、そこに入ったら、シャワーもトイレも寝たりできます。ないところは温泉とか休んだり、はい、で自分で作ってもいいんですけど、ここ地下に行くとプライベートルームがあって、まあ、ここで一泊っていうか睡眠時間取ると全回復と。はい、でここでまた血を抜かれるんですけど、特殊な血なんで。で起きました。でここらちょっと特殊なモードなんで、これ土曜日に実機で説明しますね。ここのところ、はい、ここも結構面白いところ。Thank you for your generosity。はい、ここポートンドシティのプライベートルームで、まあいろんな洗面台とかもあります。これ土曜日見せますね。ノーマンといろいろ遊べるんですけど、でシャワーがあって、ちょっとシャワー、まあ、ウインクしてますけど、シャワーに行って。このシャワーを浴びると全部武器になります。その老廃物とかも、おしっこもうんちも武器になります。後で、すごいな、まあ、土曜日説明しますね。わかりました。サム、サム、聞こえるかい？どうなってる？ここにはプライバシーもないのか？いや、あるよ。シャワーを浴びている間とトイレで排泄中だけにはシャワーは浴びてくれたようだな。さあ、大統領執務室に来てくれ。彼女がお待ちだ。